長野県遠見市の空き家の敷地で今月4日、赤ちゃんの遺体が見つかり、警察は神奈川県の22歳の女を死体遺棄の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは神奈川県横浜市の自称、アルバイト従業員、高藤清美容疑者22です。警察の調べによりますと、高藤容疑者は今月1日の午前から4日の夕方までの間に遠見市の空き家の庭に、 赤ちゃんの遺体を埋めて遺棄した疑いが持たれています。高藤容疑者は娘の遺体を捨てたと話し、容疑を認めているということです。赤ちゃんは生後1ヶ月ほどの女の子で、今月4日の午後5時頃、土がかぶせられた状態で見つかっていました。秋山高藤容疑者が以前住んでいた実家で、警察が動機などを調べています。